2008年5月、豊田市生駒町で高校1年生の清水愛美さんが殺害されバッグを奪われた強盗殺人事件は犯人逮捕に至っていません。事件から12年を前に豊田警察署で情報提供を呼びかけました。当時は言い出せなかったけど、実はこんな人を見たですとか、こんな噂話を聞いたでも結構です。どんな些細な情報でも構いませんので情報をお寄せください。情報提供は0120-400-538で受け付けています。